はい、私です。今回は、秋田県の三種町の旧山本町の、森竹温泉郷から、下岩川方面の方に、走って行ってみました。ちなみにですね、今回この、下岩川方面になんで行ったかっていうと、まあ、このまま下岩川、上岩川、上小阿仁村、森吉方面みたいな感じで抜けていったからなんですけど、まあ、その、動画は、一部始終撮ってたんで、その最初の頃の、動画をちょっとまとめてみたいと思います。はい、ちなみに、先ほどの森竹温泉郷抜けてこの左手に曲がっていくと、山本中学校があります。はい、で山本中学校はですね、そうですね、中学校の頃、なんだ、まあ、部活でたまにちらほらお邪魔してて、その頃、同じ部活で、まあ、後々こう高校生になってこう一緒のなんていうんですかね、学校になるような人らとも何人か、そこで、初めて、会話をしたとか、まあ、いろいろなんだかんだありましたね。はい、そんな感じです。でほんで、まあ、その下岩川地区なんですけど、前々からちょっといつか調べてみたいなと思ってたんですけど、山本町には下岩川っていう地区が、あって、琴岡町には上岩川っていうところがあるんですね。でこれ調べたら、1955年に、どちらも、下岩川村っていうところは、なんていうんですか、山本町の方に、くっついて山本町に、なって、山本村から山本町にそこでなったんですね。で、上岩川村の方は、か門町と、くっついて琴岡町になったみたいなんですね。で、まあそれはなんとなく分かってはいたんですけど、でちょっと前から気になってたのはそっちじゃなくて、この人口的な、人間がどのぐらい住んでるか的なところがちょいちょいなんか気になってたんですよね。でこれなんでかっていうと、個人的には上岩川村の方が、まあうちの、母の実家の方でもありますんで、まあよく行く方なんですよね。で上岩川と同じような村が、下岩川村なんだろうと、思ってたんですけど、その中学校高校生になって、その高校生の後半ぐらいですかね、高校3年生ぐらいになった時に、その下岩川地区に、その頃に住んでるっていうか、まあ、その頃にはなんていうんですか、下岩川の方に行く機会が、ちょっと多かったので、その下岩川方面の、その下岩川小学校付近ですかねとか行くたんびに、なんかあれちょっと上岩川よりも家多いんじゃないのっていう、ちょっとしたなんか違和感みたいなのを感じてて、で今回ちょっと調べてみました。で調べた結果、その上岩川、下岩川ともにですね、その合併の時の、人口が、まず下岩川村の最終的な人口が3185人、これは、1950年時点でだったみたいなんですけど、で上岩川が、1950年の時点で2878人だったみたいなんですね。でこれで、まあ、大体300人差しかなかったんですけども、でその2015年の国勢調査の、そのどちらの当時の村、上岩川と下岩川の、人数もウィキペディアさんに書いてたんで、これをちょっと調べたというか、それもちょっと載せると、下岩川の方が、おそらく、まあ、2015年時点で1129人で、上岩川の方が498人と、こうなんていうんですか、こんなに違うっていうぐらい、合併時は大体300人差だったんですけど、その人口の減りっぷりが2000人と2300人、2400人ぐらいですか。まあ大した違いはないじゃないんですけどね。でも
対して下岩川の方はまだ小学校が健在な、らしいんですけど、上岩川小学校は何年 10年規模で昔、廃校になってるはずなんで、ちょっとそのあたりの差があるんだなと、はい、思いました。はい、そんな感じです。で、この辺はですね、その昔ちょいちょい、なんだかんだで遊びに、来たことが2、3、2、ちょっともう回数だと分かんないですけど、何度か、この辺りに来たことがあるような気がします。どこを目的に来たのかはもう全く覚えてないんですけど、ただ、この辺に来たということだけは、はい、覚えてます。で、さっきからちらちらこの右手のとかこの川がちょっとちらっと見えたかと思うんですけど、これがいわゆる三種川、でですね、今これ拡張工事なのか、なんていうか整備してるのかちょっと分かんないんですけど、だいぶいろんなところで工事を、しているようでした。で、まあ重機もいろいろ入ってて、でちょっと、ちょっと前っていうかこのだいぶ先の話なんですけど、上岩川に接するようなところらへんは、10年ぐらい前ですかね、なんかの用事でその上岩川に、あ、まあ一応その母の実家と、あとちなみにうちのおばあ様の、父方のおばあ様の実家とかもその上岩川にあるので、ちらちら行く時に、なんかでこの下岩川周りで行った時は確か、その下岩川と上岩川の境目ぐらいのところ、道路も工事してたかと思うんですけどね、今回走った時は特にその工事がなかったんで、まあ何のこ多分まあその川の拡張工事か、まあその外観を整備するみたいな工事をやっていたかと思うんですけど、まあ今もその、川に対する工事は、行われているようです。はい、そんな感じです。で、この辺ですかね、この辺りがおそらく、ちょっとあんまり確かなことは言えないですけど、おそらく下岩川の、中心に、中心地みたいな、そんな感じになると思います。この道沿いではないんですけど、この、ここからちょっとこう、あ、この右手は多分おそらく保育園かなんかかな、いやちょっと自信ないですけど、公園的なのは最低でもありました。はい、で確かこの道沿いを、このなんていうんですかね、このちょっと右手に一本、行くと、川を挟んだ向こう側に、小学校が、あるはずです。はい、そうですね、そんな感じですね。あと、あ、そうですね、この左手も、郵便局とかもあって、あ、郵便局があるってことは、あそこ、さっきのとこを右手に曲がれば小学校っていう、そんな感じだったかなと思います。確かちょっとあんまり細かいのは調べてないんで、ちょっと自信がないんですけど、で、確かその昔この辺を走ってて、あ、この何て言うんですか、この両なんか飲み屋さん的なところとか、あとこのここのそのお買い物できる、ところっていうんですかね、こういうところがちょっと商店街、的なところを形成してて、だいぶ、なんていうんですかね、ちょっと、上岩川とはちょっと違うような、そんな感じだなっていう、印象を持って ました。はい、でまあそんな感じですね。でここがまあとりあえずその下岩川の、中心になるなります。はい、そんな感じです。でそうですね、でさっきもちょっとちらちら、見えてたかと思うんですけど、その川の、工事、が今も、盛んに行われているかと、はい、思います。でほんでこっから先ですか、この先になるとですね、もう、なんと言ったらいいか、ちょっとこれ説明が難しいんですけど、この石倉山、この下岩川っていうのはこの、中学校の方から来る側と、こう石倉山のいわゆるゴルフ、今でいうゴルフ場方面から来るルートがあって、まあ、この辺から先はもうそのゴルフ場側から来た方が近いんじゃないかなみたいな、そんな、
ところになっているかと思います。はい。でその昔それこそ、こう仲良かった人がこの次の、あたりですかに、住んでる人がいたんで、ちょっと結構な頻度でお邪魔してたなと思いますね。はい、そうですね。今なんかその昔すんごい真冬にその人の家行って、すごい寒いなと思いながらも、そこで、一泊していった時とかもあったなと思います。あの時どうやってあそこまで行ったのか、結構真冬だったかと思うんですけどね、どうやってここまで来てたのかはちょっと今思うと、車ですかね、車かなんかで来たのか、まあ何らかの手段を使ってこの辺まで、チラチラ、来たり、はい、してました。はい、そんなこともありましたね。で、そうですね、ここから右手のルートですか、この右手に行くと、いわゆるこう石倉山的な、方面に、行けるルートになってます。で、まあ、石倉山から、来た方がこっちは、早いかと思います。でその昔ちょっと考えてたのが、その上岩川のそのなんていうんだ、おばあちゃんのお家に行くときも、実は能代側から来るときはここを通って行った方が早いんじゃないかと思って、で、あ、そっか、それで何度かこの辺通ったことあるんですね。はい、なんかやっと合点がいきました。はい、そんなんでチラチラ、こっち方面を、能代から帰るときに、そうですね、来てたんですね。はい、こんな感じです。でその昔は確かこの辺りだったかなと思うんですけど、この辺がその上岩川と下岩川の、境目だったんじゃないかなと思うんで、この辺でちょっと動画を切ろうかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。